すべてこちらの思惑通りにしてください。世界に対して要求している、そんな現実、それを少し意識する部分はある。人力発電機の実在を形成すれば、問題は消える。最下層でも、働けばお金は得られるし働く手段は存在する。貧乏なのは働かない。それ以外にはない。その時、市政者側の面倒はだいぶ軽減はする。その形成こそ、事態の打開に不可欠なものだ、という理解は結局は自分で自分に問うものでしか？人類のいかなる存在も私に逆らってはならない。とか？大賀さん、そこでの勝者だとしたら言ってもいい？それはある。自身が勝者であり、結果は結果として通りである。無人島で30年生き残ったから勝者だとか、物理を前にしたら、そういう話でしかないのだろうか。それでも、何かの破綻には今も至ってはいないか？you